今週も始まりましたおしゃべりでサタデー、米澤優香です。田口英子です。今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、私たち先週ね、焼き鳥食べに行ってきたんですよね。私と英子ちゃんと前田由美さんと西島忍さんの FM 大分のんべい女子会。そう、もうのんべい女子会、はい、また飲みましたね。大体2時過ぎるんですよね、終わりが。まあ3時近いよね。そうね気づいたらねっていう。ね、よくないよね。いや、あの府内にあるね、焼き鳥屋さんに行ったんですけれども、そちらはなんと店主がカナダ人の方で、もう私あのお店が大好きで、いや私も大好きになった。そう、もうなのでね、みんなに食べてもらいたくてチョイスしたんですけど、あんな美味しい焼き鳥なかなかないですよね。あの焼き鳥も美味しかったし、やっぱりあのカナダ人の方がされているから、エスカルゴとかレバーのパテとか、思い出のエスカルゴっていうね。そうそうそう、ね、どんな思い出って聞きたくなるようなね。そうなんですよ。メニューがあったりしても、ワインにも合う焼き鳥屋さんっていう感じがしましたね。焼酎、日本酒はもちろんのこと、ワインと一緒にあの楽しめる焼き鳥屋さんで、クリームチーズのパテとかね、なんかいろいろあったりするので、やっぱりあのほら、私たちまあダイエット中ではありますが、たまにこうやってね、女子で集まって発散するのも大事じゃないかなって思うの、いかが？いや、もうそれをしすぎているのでね。なるほどね。まあほどほどにね、大好きなのは変わりありませんということで、ね、そうなんですよ。もう夜のおしゃべりでは本当に尽きないので、はい、まあ、また今日もね、ここから25分間はお昼のおしゃべりでサタデーにお付き合いください。この番組は女性のための女性専用ホットヨガスタジオ、スタジオティピー、踏み間違い防止機能がついた新型カローラ登場、トヨタカローラ大分、大分市元町、フォルクスワーゲン大分中央、信頼のファブ清町総合鉄鋼株式会社、 T ジョイパークプレイス大分の提供でお送りします。おしゃべりーぜサタデー、おしゃべりーぜサタデー、今日のゲストは清松総合鉄鋼株式会社から清松社長にお越しいただきました。社長、よろしくお願いします。ごきげんよう、よし清松です。ごきげんよう、よし清松、清松社長です。社長、今日もちょっとあのワインレッドのシルクですか、ですね、このシャツは、はい、もうシルクサテン の、 あのダンローマっていうメーカーなんですけど、今日はダンローマさんということで、おしゃれ、いいのはあのなんか質感から伝わってきますよね。ネクタイも色を合わせてらっしゃってね、はい、またあのこの服装見たいときは、うち の、 あの清松総合鉄鋼のホームページで、ホームページで、ファッションチェックしてください。我々もちょっと映り込みますので、ちょっとだけ、ね、はい、見切れさせていただきますけどね、はい、それにしても社長、最近ちょっとメディアへの露出が多くないですか？そうですね、もう本当タレント活動が忙しくて、もう本業する暇がないような状況です。会社大丈夫でしょうか？そうなんですよ、本当に、ね、いや、いない方がいいみたいなんですけど、あのね、メディア拝見すると、あ、素晴らしい会社だなっていうのがどん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 伝わってくるんですけども、ね、ありがとうございます。っていうのもこの前あの OAB のジョーカーレデラックスに、はい、出てました、ね、はい、会社もしっかり映ってましたし、そうです、ね、社長もしっかり映ってましたね、ええ、35億の下りとか面白かったでしょ。あ、もうね、はい、あの番組の中で我々 FM 大分のおしゃべりでサタデーに関してもちょっと触れてくださって、生まれたのここですからね。そうなんですよね。なんか、あ、これ我々のことみたいな、そうそう、あ、社長が言ってくれたと思ってテレビ見ながらテンション上がりました。そうですよ。で、番組拝見してラジオではね、あのおしゃれな社屋のこととか会社の事業内容について、あとは朝礼の様子とかも紹介はしてたんですけど、実際にね、映像となってみると本当におしゃれな社屋だなっていうのがよくわかりました。う、そうでしょ、はい、本当です。でまた働きやすそうでね、社員の皆さん仲がいいのが伝わってきました。そうですね、まあ、本当にみんな一生懸命頑張ってくれて、まあ、テレビ出演もなんか喜んでやってくれてね。本当ですか？だんだん社員の皆さんも慣れてきたんじゃないですか？もう乗ってるんですよね最近。いや、あのきっとそういう楽しさも仕事への意欲につながってるのかなって思うんですけど、うん、はい、前回ラジオの中で
朝礼の時に失敗したお話をさせるっていう風なことを、はい、そうですね、ね、お話ししてくださいましたけど、この前ジョーカー見てたら、はい、ええー、じゃないかっていうなんか楽しそうな声がありましたね、してましたよね、どんなのでしたっけ。ですね、失敗したことをみんな我先に言うんですけど、うちの会社では我先いや そこでこの前も言ったように、そこで言ったことを僕咎めないんで、で我先言うんだけど、その後、失敗してもって僕が言うと、ええー、じゃないかってみんなが掛け声を上げる。しかもみんな掛け声だけじゃなくて、あの手がね、なんか上に向かってこう両手を掲げるっていうようなね、本当になんか一掃しちゃうっていう感じのね、振り向かれてるんですよね。左に向けて両手を一気にこうずらすっていう ね、 なんかあれいいですね、振りがついてて、あれハジーなんですよ、アーティストのね、ハジーだったんですね、おしゃれ社長ハジーのライブに行って、あの曲と動きに惹かれ取り入れたという、そう、みんなが、こうあのハジーがこういう風にしてやってくださいって、なんかあのマイクパフォーマンスで言って、でみんなやってたから、あ、これ面白いなと思って、まあ、面白いと思ったことをすぐ取り入れる。本当ですね、最先端ですよ山下社長は。いや考えないんで、いやでも社長まだほら社員の方募集中ですからね。そうですね、一緒にこう、はい、いいじゃないかってやってくれる人募集中で、一緒にハワイに行きましょうっていうやつ。そうですよ、やっぱりあの楽しさ伝わってきましたよ。でね、社長、あのメディアへの露出が多いと言いましたら、こちらの県北地域で配られるフリーペーパースマイルプラス、はいはい、こちらも社長ちょっと見て、これ表紙も社長の会社ですよね。そうです、はい、で、1ページ目も開けたら見開きで 1,2,3 ページとドーンと載ってますね、はい、でちょっと今感銘を受けたね、はい、ここに言葉があるんですけど、はいはいはい、発表してもいいですか、はい、人の死亡率って 100% だったら人生面白おかしく、人にしてほしいことをしたくなることにシンクロ、苦しいことを決心するな、ワクワクすることを決心。そうですね、3番目はこの前僕 の、 あの、ね、例の決心のお話してくださいましたよ ね、 ちょっとだけいい話でやらせていただいたことですね。ちょっとでも人の死亡率って 100% って確かになって思いましたね。人生面白おかしくね、あの統計学上いろんな統計の方法があるんですけども、みんな一致してるのは人間の死亡率 100% っていうことだけいやもう本当にそうですね。だからこう改めて文字にして、あの目に飛び込ませると、うん、確かにって説得力が増しますよ ね、 そうですね、なんかいろんなこと不安に思うよりも、まず、ね、まずやってみた方がいいんじゃないかって思うじゃないですか。後悔しないようにね、うん、そうです。であと会社の中では社是として世のため、人のため、そして己のためにということで、また達筆な字でこれ、はい、そう、社長字まで直筆なんですよね。そうですね、はい、ね、またこの社是いいですね。そうでしょ、もう僕もあの世のため、人のためだけに何かやっててもそれは事業ではないよって、うんうん、みんなにいつも言ってるんだけど、自分のためだから、会社のためだけに働くんじゃないよ、自分たちの自身のためにも仕事ってやるんだよっていうことをなんかいつも言ってて、まあ、その思いが出てるんじゃないかなと思います、うん、清松社長とこう接していると、社員の、ね、皆さんのためによく頑張ってらっしゃるっていうのはすごく伝わるんですけど、社員じゃない我々にも、ね、よくしてくれたのに本当にありがとうございます。人のためにね、伝わって嬉しいです。そうですね、今日もちょっと本当にもう社長とね、ちょっとおしゃべりしてるだけでいろいろと学ぶことがあるんですが、後半戦もね、はい、また社長と楽しくおしゃべりしていきたいと思います。はい、ありがとうございます。娘が最近ゴルフに興味があるらしい。ようやく共通の趣味ができたかと付き合わされた場所は、大分市元町のフォルクスワーゲン大分中央。車のゴルフね、ニューゴルフ、いい車じゃないか。娘もなかなか趣味がいい。ニューゴルフは大分市元町フォルクスワーゲン大分中央。あ、最近あの子綺麗になったよね。笑顔が綺麗なあの人はヨガをしていました。あなたのライフスタイルにヨガを取り入れてみませんか。まずはお気軽に体験レッスンを。女性のためのホットヨガスタジオ、ヒッピー。あなたの暮らしをしっかりお守りいたします。よっ、踏み間違えます。自動散歩止めれし。ついにカローラにもインテリジェントクリアランスソナーが搭載可能に。より安全になった新型アクシオフィールダーをご体験ください。詳しくはトヨタカローラ大分で。
き続き清松総合鉄工株式会社の清松社長にお話伺います。よし清松のちょっとだけいい話。イエーイ、今日もいいお話が聞きたいとこなんですが、社長、はい、なんとね、番組に社長への人生相談メッセージが来たんですよ、はい、ご紹介します。ラジオネーム永遠の17歳さんからいただきました、うん、米沢さん、田口さん、清松社長、はじめまして。相談したいことがあってメールしました。私は離婚歴がある結構いい年のおばさんですが、同い年の彼がいます。彼は25年前に諸事情で大分に戻って父親の会社を手伝っているんですが、最近その事業がうまくいかないようで精神的にいろいろと行き詰まっています。会社に縛りつけていろいろな厄介事を彼に背負わせている彼の両親や仕事先のすべてを呪う自分に気がつきます。君にこの苦労は背負わせられないという彼の気持ちがわかるから、今後結婚という形はお互い取らないというお付き合いをしています。そして私の母も弟も彼のことは信用していますが、彼の両親のことは嫌悪しています。私はいつも転機が来たと彼に告げて彼を会社から離すように工作しています。こんな私は性格が悪いのでしょうか。はい、なんかまあ、僕もね同じような感じがありまして、僕はもともと三井造船という会社にいたんですけども、まあ、両親が、ほぼ事業に失敗して、まあ、それで、その借金をなんかね連帯保証になってたから、借金が背負わないといけないかなっていう思いも少しあったんで、どうせ借金背負うなら自分でやって借金背負えばいいじゃんっていう思いもあって、今の会社に帰ってきたんですよね。社長も苦労されてるんですよね。そうですね、だからまあ、そういうこともあるんで、まあ、彼の気持ちもよくわかるんですけども、永遠の17歳ですさんでしたかね、まあ、彼女に、答えるとしたら、周りのことはあなたの自由にならないことだから、あなたがどういうふうに考えようと、あなたがコントロールできないことなんで、コントロールできないことを一生懸命考えるのはやめようって、コントロールできるのはあなたがどうするかっていうことだけなんで、あなたがどうしたいかなんだと思うんですよね、あと例えば今の、今何かを決心したら、まあ、彼とそのまま付き合う、結婚するということを決心すれば、その決心した時にあなたの未来は全部変わるんです、あなたが今その彼と別れるって決めた時にあなたの未来は全部変わるんです。今の時点で決心したら全部あなたの未来は変わっていくんで、本当にどうしたいのか、10年後あなたが例えば10年前のその決心を振り返った時に、あの時ああ決心したから今があるって思えることを決心してほしいんですよね。彼の仕事の忙しさ、その大変さを見ていられなくて、彼にその実家の会社から離れてほしいって思ってしまうっていう、そういった気持ちはどうですか。いや、よくわかりますよ。うちの女房もそうだと思います、だからでも女房は僕についてくることをその時決心してくれて、今があるんですよね、同じようなことが多分、言えると思うんで、とにかく10年後の自分が、今決心しようとしている自分を見た時に、あの時いい決心をしたんだって本当に思える決心をしてほしいし、で、ですね、僕ね、まあ、同じようにピンチ、僕の人生ピンチだらけだったんですけど、ピンチが来た時だけに、思うのは、どうすればいいか、もうすごくおまじないがあるんですよね、その時もう本当にピンチの時はピンチピンチチャンスチャンスランランランって歌うんです。ピンチピンチチャップチャップじゃなくて、ね、ピンチピンチチャンスチャンスチャンピンチピンチチャンスチャンスランランランって心の中で歌うんですよ。そうするとなんかすごく明るくなって、今のピンチがピンチじゃなくなりますんで、すごい
ちょっとやっぱり、17歳さんもね、多分彼の状況をこの方がねコントロールはできないから、一緒にピンチピンチチャンスチャンスって歌ってあげられるかどうかっていうのは自分で決心することっていうことですね。だからもう、あの、あなたが一緒になってピンチピンチチャンスチャンスって、ね、歌えれば多分これからいい方に向かっていくんだろうし、これ今ピンチだから嫌だ嫌だって思ってると、どんどん悪い方に向かっていきますんで、そういうものなんですよ。素晴らしい、もうちょっとだけいい話のコーナーがもうちょっとどころか素晴らしいお話になったんじゃないかなと。ちょっと相談のメールでしたけれども、私もやっぱりね、今度10年後の自分が今の自分を振り返った時に後悔しない人生にしないといけないなって私も勉強させられました、ね、我々だとこのような答えを永遠の17歳さんに届けることができないので、清松社長ありがとうございました。ありがとうございました。ピンチっていうのはチャンスが来た時のウェイクアップコールだと思ってください。さすが、うん、だから今ピンチならあなたは今本当にチャンスが来るその場にいますので、今このピンチをいかにチャンスに変えるか、ピンチピンチチャンスチャンスラン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 って言いたいですね。ねえ、ありがとうございました。今日も本当にいいお話聞きました。来月も楽しみにしています。はい、よろしくお願いします。今日のゲストは清松総合鉄鋼株式会社の清松社長でした。ありがとうございました。ごきげんよう、さようなら。ごきげんよう、さようなら。おしゃべりでサタデー、生協大分県総合生協から新しい分譲地のご案内です。今回の新規分譲地は別府市新別府地区にある建築条件付き宅地全9区画です。実相寺中央公園の近くに位置する新別府は、学校区は朝日小学校まで徒歩19分、 JR 別府大学前駅まで車で4分、マルショク山並店まで車で3分と生活に便利な好環境でありながら、自然とも調和したワンランク上の生活が実現できる新規分譲です。風香る自然と調和の街新別府をぜひ現地で体感していただきたいので、5月19日土曜日と20日日曜日の2日間、現地見学会を開催します。期間中、見学会にてアンケートにお答えいただいた方に、大分ガスとグリーンコープの協力でリンゴジュース試飲会やウインナー、焼きそば、パンの無料試食会を開催します。ぜひご家族みんなで新別府現地見学会にご参加ください。詳しくはホームページ大分県総合生協住宅で検索、またはフリーダイヤル 0120-557-887、 住まいの生協を大分県総合生協までお気軽にご相談ください。さて、ここで T ジョイパークプレイス大分からプレゼントのお知らせです。番組の感想、私たちへの質問、または出演ゲストに対する感想や質問などなど、番組宛てにメールしてください。送ってくださった方の中から抽選で毎週2名様に T ジョイパークプレイス大分より映画鑑賞券をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。なお、当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。大分県総合生協が作る家は住まいの生協だから安心高断熱、しかもフリープラン完全自由設計、ずっと残したい家づくりをご提案します。創業55年、およそ4100戸の実績、家を建てるなら住まいの生協、大分県総合生協で検索。清和総合鉄鋼カー、会社は明るく社長は男、清和総合鉄鋼カー、機械は最新、社屋は斬新、清和総合鉄鋼カー、作る喜び男の仕事、可愛い女性も活躍中、清和総合鉄鋼カー、さあ一緒に働こう。素敵な映画に出会うことは新しい色の絵の具を手に入れることだ。それは普段は使わなかったり、すでに持っている色と似ているかもしれない。時には持っていることすら忘れてしまうかもしれないが、でも確かに持っている。あなたの中に新しい彩りを。
T ジョイパークプレイス大分。おしゃべりでサタデー。エンディングのお時間となりました。はい、今週は月一ゲストの清松社長にお越しいただきましたが、やっぱりね、社長いいこと言いますね。勉強になります。本当です。で、今週はあのリスナーさんからの相談にも乗っていただきまして、清松社長に聞くと本当に想像以上の答えが返ってきて、何かね、悩んだ時に道が開けるかもしれないので、ぜひぜひ清松社長に私もこんなことを相談してみたいっていう方がいたらメッセージで送っていただけたらと思います。きっと親身になってね、答えてくれると思います。あの、そういえばあやこちゃん、ほらこの前ゴールデンウィークは山登りしますとか言ってませんでした？そう、行ってきました。朝の番組でもちょっとお話ししたんですけども、九州オルレといって、九州各地にトレッキングコースがあるんですが、大分は佐伯大乳島コースっていうのが4カ所目として新たに今年の3月に追加をされたんですね。その佐伯大乳島コースに行ってきました。歩いた？歩きました。 10.5 キロの道のりで、時間はちょうど3時間で私はゴールしたんですけど、大乳島自体がですね、自転車で1時間くらいあれば一周できるくらい小さな島なんですけど、その中でもうあの民家の間、裏道とか海の細い道を通ったりとかで、海沿いを歩いたかと思えば山道も歩いて、山登りもちょっとしたりして、いろんな道があって、でずっとひたすら登り続けるっていうよりは平坦な道も歩くので、山登りよりは初心者向けで楽しめるかなと思いました。ね、楽しかった？めちゃくちゃ楽しくて、九州オルレ、あと九重、武田、別府と3つ大分県内コースがあるので挑戦したいなと思いましたし、あの宮崎の高千穂コースとか、ちょっと険しそうだけど、県外のコースにもチャレンジしたいななんて今思ってるところです。またチャレンジしたら教えてください、はい、ぜひぜひ皆さんも九州オルレホームページもしっかりしてますので、よかったら検索して実際にお出かけしてみてください。そうですね。ということで、おしゃべりザ・サタで今週はここまでです。お相手は田口英子と米澤優香でした。それではまた来週。この番組は女性のための女性専用ホットヨガスタジオ、スタジオティピー、踏み間違い防止機能がついた新型カローラ登場、トヨタカローラ大分、大分市元町、フォルクスワーゲン大分中央、信頼のファブ清松総合鉄鋼株式会社、 T ジョイパークプレイス大分の提供でお送りしました。